はいどうもこんにちは、サンです。今回なんですけども、皆さんが待ちに待ちわびたと思います、ミキサーの方が本日20日の日に開催されました。今日本当は別の動画を投稿しようと思いまして、動画編集をしてたんですけども、スタミナ回復の通知が来ましたので、プロスピを開いてみたらね、まさかミキサーが今日、思わずね声が出るほどびっくりしましたけども、他には5連シンクロスカウトと活躍選手予想も一緒に登場しました。前の動画でですね、24日と予想しましたけども、いつ来るかも分かりませんでしたので、昨日ねエナジーを発見しまして、おかわりくんを手に入れたばっかなんですけども、まあこれはこれで嬉しい誤算として捉えていきたいと思います。早速ね、持ってる選手の状況を確認してからミキサーの方を回していきたいと思います。まずは自分持ってる通常選手はね、6選手持っております。まだ持ってない高橋コノさんはエキサイティングで獲得する予定でいますので、実質12分の5でですね、岸さん、増田さん、平さん、源田さん、栗山さん、この5人をね今回のミキサーで引き当てていきたいと思います。純正のオーダーを組んでいる方々は特にこのミキサーがねオーダー強化のねチャンスになっていますので、今日からどんどんオーダー強化されていくのではないでしょうか。かぶってなんぼのねミキサーですので、怖がることなくねどんどんミキサー回していきましょう。ミキサー回すタイミングなんですけども、全然ね今回していいと思います。それか現在の福袋などが終わる24日にまた新選手が更新されると思います。少しでも確率を上げて回したい方は、もう4日待って13選手目が登場してから回すのも全然ありだと思います。そこは自分の状況だったり心境だったり獲得状況などを見ながら決めていきましょう。いやーちゃんとついてるよミキサーのとこ、ずっと暗かったですからね。現在ミキサーにかけれる選手が22選手となっております。あ違う、温めてたんですよこの覚醒選手を。 S にできる人今4人いますのでね。一気にコイン12万減りましたね。ではミキサーのために温めていました覚醒選手を覚醒させまして、26選手となりました。5回引いていきたいと思います。始めようと思ったらなんか緊張しますね。かぶってなんぼのミキサーなので、臆することなくいきたいと思いますけども、セーブだよね。まず1回目、まだシリーズは1回もかぶりないですので、この調子でどんどん新選手を獲得したいですけども、いやーなんでここで来るの。しかちょっといいのよ昨日のねフラグ回収しなくても。さてちょっとね心休めてきましたけども、おかわりをねここで使わなくていいのよ、試合で使ってくれよ。試合で一人でも多くの新選手をね当てたいですね。あと4回チャンスがあるから、おーよし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 、新選手だ、ナイス栗山さん。いぶしてるね顔、あの目の下の黒になりたい。さて3回目、増田さんとか平さんとかね、ピッチャー陣も当てていきたいですね。また栗山さん、おかわり好きだな。では4回目、新しい選手を取るとしたら今12分の4になってるんですね。12分の4だからな、もう 33% ですもんね。引け 30% の S の契約書を当てる気分で、あー森さんかぶるな。とりあえずラストかな。せめてもう一人ね補強させてくれ、ここでもう一人補強したい。おーよし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 、開幕くん沖縄出身、いやーなんかねほっとしたわ。
現在かぶってますのが森さん、栗山さん、おかわりくん。純正ミキサーのことでも言いましたけども、圧縮をね5人一気にかけたいですので、まあ今12人での説明をしますけども、まあもう圧縮をね2人増やしまして5人減らしたとしますと、7分の4でね新しい選手が獲得できるという形になりますので、純正最強決定戦目前でない限りは被った選手は5人集まってからいつもミキサーするようにしています。今でも12選手中8人手に入っている状況になっていますので、これはこれでねいい感じに通常選手補強できているのではないんでしょうか。ミキサーね来てくれて本当良かったですね。皆さんのねミキサーの獲得状況だったりとか、あと今ミキサーしていいかどうかとかねコメントでくれたら嬉しいです。皆さんもねどんどんオーダー強化できるように頑張っていきましょう。それではご視聴ありがとうございました。